アフリカネーションズカップ2015は2015年1月17日から2月8日まで赤道ギニアで開催された第30回のアフリカネーションズカップである。以下の国が開催国に立候補した。カフは2010年9月30日の締め切りまでに2015年大会と2017年大会の重複立候補を届け出た今後民主共和国モロッコ、 南アフリカ共和国の申請を受理した。しかしモロッコは大会実施には整備されたインフラとスタジアムが必要と主張。カフは3つの立候補国に対しスタジアムやインフラの整備状況、サッカーへの関心度を調査するため、検査手順をはじめ、はじめに今後民主共和国を視察した。今後民主共和国側は11月12日から15日に実行することを意図していたが、 日程を短縮させられたことで2015年大会と2017年大会の立候補を取り下げることをカフに通知した。次にカフは2010年11月初めにモロッコを翌12月には南アフリカ共和国を視察した。2011年1月29日に一般は開催国をモロッコにすることを決定したが2014年11月11日に 開催国予定だったモロッコが西アフリカ地域でのエボラ出血熱流行を受け開催延期を求めたがカフは延期を認めず開催国は赤道ギニアへ変更されモロッコは出場資格を剥奪された代わって赤道ギニアが選ばれた2014年10月モロッコ政府はエボラ出血熱流行を受け大会の延期を要請した しかし2014年11月2日に行われたカフ理事会において、モロッコサッカー連盟に対し、大会の延期を認めないことを決め。11月8日、モロッコは開催する意思がないと判断し、3日後の11日にカフはモロッコに対して開催国の変更及び、出場資格を剥奪した。2014年4月にカフはモロッコに対し法的措置も辞さないことを確認した。 モロッコのモハメド・ウザン・スポーツ大臣は世界保健機関がすべての国の国民を保護する権利を与えているのにもかかわらずカフが大会延期を拒否し開催権を剥奪したことを非難した大大会催地候補のうちエジプト、ガーナ、スーダンは開催国のオファーを断り2010年大会の開催国アンゴラはアンゴラサッカー連盟のメンバーの一人が 政府がこの大会の開催する予算がなくて立候補できないことを述べた。2014年11月14日、カフはモロッコに代わり赤道ギニアを開催国にすると発表した。マラボ、バタ、モンゴモ、エベビーンで実施。組み合わせ抽選会は2014年12月3日にマラボで実施した。開催国変更前は11月26日にラバトで 実施予定であった。カフランキングに基づき、参加16カ国を4つのポットに4カ国ずつ分けた上で、開催国の赤道ギニアは、ポット1に配置されたランキングは、2015年、大会予選、2013年本大会、2013年、大会予選、2012年本大会、2012年、大会予選、2014FIFA ワールドカップ予選の、 成績を加算して決定した。試合開始時間は、すべて西アフリカ時間グループ A 赤道ギニア V コンゴ、共和国ブルキナファソ V ガボンブルキナファソ V 赤道、ギニアガボン V コンゴ、共和国ガボン V 赤道ギニアコンゴ共和国 V、ブルキナファソグループ B ザンビア V コンゴ民主共和国、チュニジア V カーボベルデザンビア V チュニジアカーボベルデ V、コンゴ民主共和国カーボベルデ V ザンビア、 今後民主共和国 V チュニジアグループ C ガーナ V セネガルアルジェリア V 南アフリカ共和国ガーナ V アルジェリア南アフリカ共和国 V セネガル南アフリカ共和国 V ガーナセネガル V アルジェリアグループ D コートジボワール V ギニアカメルーン V マリコートジボワール V マリカメルーン V ギニアカメルーン V コートジボワールギニ,ニア V マリ準々決勝今後共和国 V 今後民主共和国チュニジア V 赤道ギニアガーナ V ギニアコートジボワール V アルジェリア、準決勝今後民主共和国 V コートジボワールガーナ V 赤道ギニア3位決定戦今後民主共和国 V 赤道ギニア決勝コートジボワール V ガーナアフリカネーションズカップ2015優勝チームコートジボワール以下の選手がベストイレブンに選出されたありがとうございます